アイアンをクリーンに打つ方法、この、手首の角度ですね、これがとても重要になってくるんです。手首、アイアンが、どうしてもダフる方っていうのはここの手首の角度がほどけてですね、地面を先に叩いてしまう方が多いんですね。まあ練習方法はこのティーアップしたボールをウェッジで打つと、これなかなかうまく打てない、どうしても下をティーを叩いてしまってすっぽ抜ける方が多いんですね。まあ、なぜかというとこのようにね V 字で打てないっていうことですね。 V 字の軌道、この V 字軌道をこの、シャフトのしなる、ワンスピードで、再現してみると、このようにね皆さん横に振る方が多い、こう縦に使ってこの手首の角度を保持できると反動でこのすぐ上に上がろうとします。このシャフトの反動を利用するということですね。シャフトの反動を利用するためにはこの手首の角度が重要で、反動がね、シャフトの反動が利用できない方は地面に当たっちゃいます。まあだからこの反動を利用する上ではですね、手首だけではなく、胸、いろんな体の体幹部が安定してないと、クラブが、こう、勢いよく反動で上に上がろうとしてくれません。このようにね。そうすることで、その上に上がろうとする、このタイミングに合わせて打てれば、ティーを叩かない。このようにね、すっぽ抜ける方っていうのはね、シャフトのしなりを感じれない、そのまま叩き込んでいこうとするんですね。この反動ですよ、この感じ、この反動を利用することで、クリーンにですね、ボールをヒットする、ティーアップしてるボールでもすっぽ抜けない、まあ、このようなね練習方法は、まあバンカーショットとかですね、クリーンに打つ、フェアウェイバンカーなどでの練習にもなりますし、雨の日なども下がぬかるんでる時もクリーンに打つということでも重要に、なってきます。このような感じですね。まあ、ただ V 字軌道だけじゃなくてですね、じゃあターフを取る、これだけじゃなくて V 字だけではなくて、じゃあターフを取るにはどうしたらいいのかということで言うと、まあここにボールを置くんですが、 V 字軌道に対して体の動きで、膝の動きで動きを、クラブの動きを U 字にしていく、 V から若干 U にしていくと、緩やかな軌道に変えていくんですね。それはあくまで下半身の動きであると、手元の動きはあくまでも V 字で、体の膝の動きで軌道を緩やかに、変えていくということでターフを削るんですね。クラブは V、体で少し低く膝の動きとかですね、そうすることでターフを削るような動きが、できるようになります。ですからクリーンにヒットするということをまず前提に考えて、 V 字軌道で、スイング軌道を練習してみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画を見逃したくない方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。